大阪市立常用中学校北側から見た大阪市立常用中学校大阪市立常用中学校通用門大阪市立常用中学校は大阪府大阪市上東区市議の西にある公立中学校校内の北側にはプール、閣議室、技術室、クラブ室などがあり中央部には校庭が,庭が広がっている西側から南側にかけて校舎が並び 東側に体育館がある。1947年4月に大阪市立市議の小学校内に大阪市立上等第三中学校として設置された。1949年4月には大阪市立上等小学校内に分校を設置し大阪市立上陽中学校と解消された。同年6月には 大阪市上東区西市議の3丁目236番地の金棒市議の工場跡に新校舎を落成した。1977年に創立30周年記念として再開の庭園を完成させた。1997年には皇帝西側に創生の庭が完成し、創立50周年記念式典が挙行された。部活動では、 水奏学部が1991年の第39回全日本水奏学コンクールで金賞。1999年に行われた第47回大会では銀賞を受賞した。最近は2018年の第68回関西水奏学コンクールで金賞を受賞している。2019年には大阪府の北地区大会で金賞を受賞している。他に 吹奏楽部は2013年の大阪城ファミリーフェスティバルにおいて演奏をする活動を行った。一時期、本校の部活動の一つである陸上部が大阪市内は愚か大阪府下でも競合だった時期があり、駅伝では10連覇を成し遂げていた時期もあった。大阪市立市議の小学校、大阪市立中浜小学校、大阪市立森宮小学校、 大阪市立上等小学校の通学区域市議の駅、市議の西三丁目市議の、ありがとうございます。